試験球で退場となった前回登板から見事に立ち直り、6月7日の巨人戦で今季2勝目をマークした東投手。どうしてもリリーフ陣を温存したい試合だっただけに、8回無失点の好投はチームに勇気を与えてくれましたよね。そんな東投手の覚醒の理由を探ってみると、まさかの事実が発覚。なんと高校時代の恩師は覚醒の瞬間を目の当たりにしたというのです。東投手の覚醒の瞬間とは一体どんなものだったのでしょうか。また東投手を心の底から尊敬する人物の正体とは。今回は関係者やファンの声を交えながら東投手の覚醒の理由について考察していきます。まずは東投手の今シーズンの歩みを振り返ってみましょう。さらなる進化を目指して、あんまり気にしていないですが、続けられるなら続けたい。今シーズン初登板に向けてこのように意気込みを語り、不敗神話の継続に意欲を示した東投手。昨年の後半は救世主になってくれただけに、今季はシーズンを通してのフル回転を期待したいですよね。そんな負けない男がキャンプで取り組んだのはツーシームの改良。とある試合で手応えをつかんだことが東投手を突き動かす原動力になったようです。2023年はリリーフとして開幕1軍をつかんだものの、開幕後すぐに2軍落ちを告げられた東投手。その際に中嶋監督からは次のようなアドバイスが送られました。打者が怖がっていない、もっと内角にツーシームを投げてみたらどうや。育成時代から見てくれていた中嶋監督の言葉を受け、はっと気づかされたという悩める右腕。東投手は当時を振り返り、監督に感謝の言葉を並べました。中嶋監督が2軍にいた時はツーシームを投げていたんです。でもその時は下半身の強さがなく、投げるたびにフォームが崩れていました。監督からアドバイスをいただいて、もう一度投げようと思ったんです。ようやく下半身に力もついてきて、投げていて感触が良くなってきた。これで1軍でも抑えられると思いましたし、勝てた要因だと思います。投球割合は全体の約 6% と多くはないものの、被打率8分3厘と相手打者の脅威になったツーシーム。ところが東投手にとって2023年のツーシームは完成形ではなかったようです。なんと東投手は2種類のツーシームを操り、横滑りするボールとシンカー気味に落ちるボールがあるとのこと。ただ昨年は若月選手から、お前のツーシームは由伸のフォークに似ている、そっちを磨いていった方がいいんじゃないかというアドバイスを受け、シンカー気味に落ちるボールをメインに使っていたそうです。それでも東投手が求めたのは横滑りするツーシームの完全習得。本人はツーシームの改良を決めた理由について次のように話しています。去年投げていたツーシームは縦に落ちるボールなんです。それを今度からシンカーって呼んで、横滑りするボールをツーシームと呼ぼうかなと。右打者に食い込ませる意味で横滑りのツーシームを投げられるようにしたい。僕はスライダーとカットの軌道が似ていて、曲がり幅が違うだけだった。なのでもうちょっと横に曲がるボールが欲しいと思ったんです。去年1球だけそういうボールを投げることができました。京セラドームでのロッテ戦で岡選手から空振りを取れたボールです。投げた時も感触が良かったですし、映像を見返しても理想に近い変化をしていた。そのボールをいつでも投げられるように練習しているところです。このように一切の妥協を許さず、さらなる進化を求め続けている東投手。ただ高校時代の恩師は大きな不安を抱えながら東投手を見守っていたといいます。高校時代の恩師が抱えていた不安とはどのようなものなのでしょうか。その言葉を探ってみると、東投手の覚醒の理由が浮かび上がりました。抜けなかった学生気分。神戸弘陵高校時代の最後の夏には4回戦で姿を消すなど、お世辞にも全国区の選手とは言えなかった東投手。故障の影響もあって公式戦での実績が乏しかった右腕ですが、当時を振り返り次のように話しています。自分でもわからないんですが、当時からプロでやっていける自信があったんですよ。甲子園も出てないですし、強いチームともそんなに戦っていない。だけど周りを見たら上のレベルでいけるかもという変な自信がありました。アピールの機会が少なかったこともあり、指導者としては進学を進めたくなりそうなもの。ところが神戸弘陵の岡本監督は意外な理由でプロ入りを猛プッシュしました。実際にいろんな大学から声をかけていただいたんです。でも大学に行っても性格的にどこまで持つのかわからないと思って、2月に入寮しても3月に帰ってくるんじゃないかと。東は学生の中で過ごすより大人の世界に早く入った方がいいと思ったんです。プロで通用するという確信とともに、同世代の中で泳がせることに不安を感じていたという岡本監督。
そんな2人の思いもあってプロ志望届を提出すると、2017年の育成ドラフト2位でオリックスから指名されました。かねてから育成契約を覚悟していたという東投手は、早く支配下登録されるように頑張りますと力強くコメント。一方、岡本監督はオリックスへの入団に対して複雑な心境だったようです。もちろん育成で指名していただいた嬉しさはありました。でも本人の性格も踏まえて、広島のような厳しい環境の方がいいのではと思いました。当時のオリックスは今みたいに投手がどんどん出てきていなかった。自主性重視のイメージがあったので大丈夫かなと思っていました。あいつが自分で自分を追い込めるのかという心配の方が大きかったです。育成選手としてコンスタントに経験を積んだものの、プロ入り後数年間は岡本監督の悪い予感が見事に的中したとのこと。毎年冬にはグラウンドに来てくれるんですが、4年目までは本当にチャラついていた。帰省する2週間だけ金髪にするとか、学生気分みたいなところもありました。やっぱりなというのが正直なところですと当時を振り返っています。しかし育成選手に関する規約の関係で2度目の自由契約を経験した2021年オフ、神戸弘陵の恒例行事となっている淡路島合宿に来た東投手を見て、岡本監督は劇的な変化を感じ取ったそうです。本当に変わったなと思ったのは2021年の冬くらいです。大人の会話ができるようになったというか、野球の話をちゃんとするようになった。 iPad を持ってきてツーシームを覚えたんですって動画を見せてくれることもあった。何より体がすごく大きくなっていたんですよ。車で淡路島まで移動したんですけど、車の中での会話もほぼ野球。あいつの口からトレーニングとか体作りとかいろんな話が出てくるんです。今まではこんなことはなかった。野球人としての会話ができるようになりましたね。実は東投手は岡本監督の心配とは裏腹にプロ1年目から進んで食トレに着手。さらに山岡投手からしんどくなる前にトレーニングで追い込んだ方が疲れが出にくくなると助言を受け、入団時から約20キロの増量に成功していました。どうやらその成果が如実に現れたのが2021年オフだったようです。岡本監督の目に狂いはなく、2022年7月にようやく支配下登録をつかむと、その後の活躍はご存知の通り、2023年には球団新記録となるデビューから無傷の7連勝をマークし、リーグ3連覇に大きく貢献してくれました。彗星のごとく現れたため突然覚醒したように思われがちですが、ここまでの道のりを見てみるとまさに努力の人。東投手も一気に掴んだというよりも徐々にという感じですね。1年目から球速だけは毎年上がっていたんですけど、体力がまだついていなかった。いいピッチングができても1イニングか2イニングが限界、疲れたところを打たれるというパターンが多かったんです。投げる体力というのは一気にはつかない、そういう部分を徐々に積み上げてきたという感じですねと、地道な努力が実を結んだことを実感しているようです。このように一歩ずつ階段を上り、ついに開幕ローテーションをつかみ取った東投手。そんな右腕は今や育成選手たちの希望の星になっているといいます。今季の支配下登録が期待されるあの若手選手も憧れの存在として名前を挙げました。羨望の眼差し、僕らはいつクビになってもおかしくない立場、毎試合その時のベストパフォーマンスを出すことを意識したい。このように今季にかける決意を語ったのは、2019年の育成ドラフト1位でオリックスに入団した佐藤投手。昨年は2軍で最多勝を獲得したこともあり、今季中の支配下登録が期待される選手の一人ですよね。そんな佐藤投手が口にしたのは東投手への憧れ。ファームで奮闘していた姿を見てきたこともあり、羨望の眼差しで次のように話しています。東さんには諦めない大切さや希望を教えてもらいました。僕は東さんのような選手を指標にして頑張っていきたい。東さんは新星のイメージが強いですが、ファームでずっと投げて頑張っておられた、なのでいきなり出てきたという感じはないんです。ずっとファームで安定して投げていて、一軍でも同じような投球をしている、すごいなという感じです。佐藤投手を筆頭に、今や東投手は育成選手の目指すべき存在になっているとのこと。小林二軍監督も下積み時代を知っているだけに、喜びはひとしおのようです。東のことは昔から知ってますからね。一軍で活躍するまで長かったですけど、やっぱり嬉しいです。今では育成で頑張っている選手たちの目指す存在になっていると思います。すべて彼が地道にやった成果ですよ。力は1年ごとについていたので、ようやく形になった。あえて課題を挙げるとすれば、今後も継続できるかということ。
ずっと一軍にいてほしいので、もうこっちに来ちゃダメだと言っています。東投手も育成の星としての自覚はあるようで、育成の子たちも頑張っている、そういう選手たちのやる気につながったらいいと思うと、これからも夢を与え続けることを約束。恩師の岡本監督からも、あれぐらいの選手は怪我をすると終わり、特に育成から上がってきた選手はどうしても焦りがちになると聞くんです。今まで腰も肘も怪我しているので、とにかく焦らずにやってもらいたいです。今年は春から1年間ローテーションを守ってほしいですね、とエールが送られています。多くの人たちの希望を一身に背負う東投手は、一体どんな進化を見せてくれるのでしょうか。宮城投手や山下投手をしのぐ活躍を見せ、猛牛軍団の大エースになってほしいですね。あなたは今季の東投手がどんな成績を残してくれると思いますか。東投手へのエールとともに、あなたの思いをコメント欄で教えてください。本チャンネルでは野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。